皆さんこんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーです。このポッドキャストでは、最近気になる本の紹介や著者インタビュー、または業界ひとひと話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。さて、今回はというか今回もゲストをお招きしています。今日のゲストは、ラッパーのピービスさん。漫画家の手塚治虫さんのエッセイ集でですね、ガラスの地球っていう本があるんですけれども、その本にインスパイアされて、ガラスの地球という曲を11月に発表しました。その縁で手塚治虫さんの長女の手塚ルミ子さんと対談しまして、その記事が先週土曜日に高所高実でアップされてます。その対談、なかなか対談記事もすごく面白い内容だったんですけれども、対談自体もすごくエモかったそうです。まあ、どんなお話なんでしょうか。今日はそのピービスさんと対談を執筆した音楽ライターの宮崎啓太さんをゲストにお迎えして、当日の様子や記事に書ききれなかったことまでいろいろお話を伺いたいと思います。それでは、ご紹介します。ピービスさんです。こんにちは。はじめまして。こんにちは。ラッパーのピービスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして聞き手は音楽ライターの宮崎啓太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮崎です。はい。それでは早速ですけれども、ガラスの地球聞いていただきましょうか。ちなみにこちらは音楽なしバージョンです。 Spotify では、ピービスさんの音楽を合間に挟みながらお聞きいただける音楽ありバージョンを別途配信していますので、 Spotify でお聞きの方はぜひそちらの方でお楽しみください。それではピービス、ガラスの地球。ピービス、ガラスの地球でした。終わって、MV も公開されて、記事も公開されたわけですが、はい、どうでしたか？そうですね。まあ、たくさん広まってほしいなっていう気持ちが、なんか、そうですね。うんうん、自分とか周りの、スタッフしか知らない、その自分のものだったのが、世に出て、みんなと共有されて、どうなんだろうなみたいな気持ちが大きいですかね。なんか、なんとも言えないような。いや、でもどうなんですか。やっぱその作っていくものが発表される今のこのタイミングって、やっぱ緊張する感じなんですか？緊張もしますね。緊張するし、なんか、まあ、あんま聞かれなかったらどうしようとか、なんか作ってる時にはあんま思わないようなことをなんかいろいろ気にするというか。そうですよね。そうですね。それはそうだと思います。でも MV 結構なんか再生されてる感じで。はい、そうですね。まあなんかいい感じになってると届くとは思うんですけど、なんか不安とかもありつつ。うん、ですよね。そうですね。毎回なるんですけど、その、うん、まあどんな作品でもそうなると思うんですけど、まあ今回は特に壮大なプロジェクトだっただけに。確かに。ルミコさんと、なんか結構取材の時、実はめっちゃ緊張されてたっておっしゃってたじゃないですか。はい、なんか、あの場って全部出せました？緊張っていうか、なんかそのめっちゃ緊張してるってわけじゃなかったんですけど、なんかちょっと放心状態というか、うん、なんかすごいとこ来たな、みたいな感じで、なんかこうちょっと客観的に見ちゃってる感じがあって、なんかその自分を、なんか、この手塚プロダクション本社に来て、なんかインタビューしててすげえなみたいな感じで。ああ、そっか。でもなんかまあ言いたいことはいろいろ話してたんで。うん。あんま考えていくより、こう、いざとなってこう、話した方がいいかなと思って、そんななんかめちゃめちゃ考えていったわけでもなく、その場の気でと思ったんですけど。まあでも、言いたいことは全部伝えれたかなっていう。あ、それはよかった。ありがとうございます。ルミコさんってすごい熱い人ですよね、なんか。そうですね。まあ普通こんななんかタトゥーまみれのラッパーの曲とか、記事読んでくれたりとか、だからそのフラットな人だなと思いました。確かに。僕もなんか、どんな方なのかなと思って、うん、あまり、取材前は存じ上げなかったんで、でも実、だからちょっとなんかやっぱ手塚治虫さんの娘さんだし、みたいな。なんか大丈夫かな、成立させられるかな、取材とか、ちょっとそういう気持ちあったんですけど、しっかりした考えを
持っている方で、そうですね。で、なんか、かつ、こう、なんか、いわゆる、まあ、僕も大人だけど、でも、いわゆる大人っていうのとはちょっと違う、なんかこう、確かに。ね、なんか、こっちの気持ちを分かってくれる人っていうか、なんか、そんな、俗に大人って感じがしないですよね、なんか話してても。そう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 。ちょっと近い感じしますよね。うん、そう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 。なんか、こっち側の人って感じでしたよね。そうですね。うん、まあ、結構、周りの人とかでも、手塚、おさむさんの記念館で PV 撮影したとか言ったら、なんかそんなタトゥーで、ヒップホップでよく行けたねとか言われるんですけど。確かに確かに。なんかそういう概念なんか一切ないなっていうか、なんかその、決めつけたりとか、そういう。同調圧力とかってやっぱ日本すごいあると思うし、なんか固定観念とかもやっぱ強い、保守的な、なんかこう国柄なのかなって最近思うことが、多いけど、まあなんか別に良くも悪くもなんだけど、うん、でもなんか、やっぱあんまり保守的すぎると息苦しくなっちゃうけど、ルミコさんはなんか、すごいフラットで、別にすごいラジカルなわけでもないけど、なんかフラットに ね、なんか人のフラットです、ね、人間性を見てくれるというか、そういう方でしたね。確かに。ていうか、あんまお父さんとかって両親とかについて、あんながっつりと、なんか喋ることって普通の人ってないじゃないですか。確かに。なんかあんなしっかり分析して、まあ、作品が残ってるとかっていうのはあるのかもしれないけど、うん、でもなんかそれをしっかりとなんかそのメッセージを理解して次の人たち、僕らみたいな次の世代とかピビス君みたいなさらに下の世代とかになんかこう伝えようとしっかりと自分の言葉で話されてるっていうのがすごく印象的で、かつなんかルミコさん自身の考えもそこにはあって、でなんかビービス君とかとつなげたいみたいな感じがすごい僕はインタビューをしていて感じましたね。そうですね、なんか自分がもしアーティストで亡くなった後とか、うん、ルミコさんみたいな娘さんにこう、うんうん、クリエイティブコントロールしてもらえたらめっちゃ一番いい形だなと思いましたね。だから手塚治虫さんもうん、天国で多分相当感謝してるでしょうね、多分。でも、ちゃんとアートも理解してやってもらえたら、偉大な仕事ですね。うんうんまあ、それ多分大変なこととかも多分めっちゃありそうですけどね。うん、確かに確かに、うん。ラストダンスっていうのは、はい、ガラスの地球と、まあ、ちょっとつながるテーマなんですよね。ああ、確かになんか、今年出した曲結構、うん、ラストダンスも、まあ、キャリングユーとかも、割となんかその破滅的なテーマの曲が多いなって、なんか、昨日ぐらいなんか思い返してて、うんうんうん、例えばそのラストダンスって曲も、なんか世界が滅ぶ前になんか、今夜は全て忘れて踊ろうみたいな曲なんですけど、うんうんうんそれもなんか一応その裏テーマが、一応夏の終わりっていうのが表のテーマなんですけど、うん、夏が終わる前に、はい。で、なんか裏テーマはその世界の破滅みたいな、結構重たいテーマになってて。うん、で、なんかキャリングユーも世界が終わる前になんか君を連れて逃げ出そうみたいな。うん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 、そういう、ガラスの地球もそうなんですけど、なんか終わり、うんみたいなテーマがめっちゃ多いなってなんか自分で意識してなかったんですけど、うん、なんかそういう曲をめっちゃ書こうと思って書いたわけじゃないんで、うんうん、多分自然とそういうテーマになっててやっぱコロナの影響っていうのは大きいんですかね。そうですね、まあ、コロナだけじゃなくなんか雰囲気ですかね。ああなるほど。なんかねギスギスしてますもんね最近ね。なんかまあコロナだけじゃなく、なんか中国と台湾もなんか戦争みたいになってきたりとか。うん、まさにガラスの地球で言ってきたことがなんかこれからどんどん起こっていくのかなっていうか。うん、なんかもうこのままコロナが明けて、うん、世の中平和になりましたっていうのはなんか絶対ない。うんうん、まあそうであってほしいですけど、ね、絶対ないと思うんで、なんか、うん、今から始まりじゃないですけど。うんなんか新しい時代がいろいろ起きるのかなとか思いつつ、そういう曲になりましたね。でも絶望して、
もういいや、何でもいいよっていうふうになるんじゃないメッセージを伝えたいですよね、おそらく。そうですね。なんかもう世の中終わっちゃうんだったら、もうこんな世の中生きてても無駄だとかっていう考え方もちょっとあるだろうし、うん、でもやっぱそこに抗うっていう考え方もあると思うんだけど、ガラスの地球は結構なんかそうですね、それに抗うというか、うん、ちゃんと答えまで書いてる曲というか、一番なんかその説明できたかなっていうこと、うん、一つじゃないですもんね、ものの考え方とか自分の意見って。なんかまあ例えば何かこう絶望的なことがあったとしても、まあなんかこの感情もあるけどこの感情もあるみたいなことって普通にあるから、多面的な感じですので、多分人間って、うん、その常にガラスの地球で世界平和願ってる自分だけってわけでもないんで、うん、多分、うん、まあ、そう病んでる時もあれば、うん、多分そうですね、まあ、怒ってる時はもないですけど、まあ、楽しいハッピーな時ももちろんあるだろうし、そうですね。でもなんかまあガラスの地球は結構根底にある自分の側面をまあ出せれたかなっていう、うん、じゃあこのあたりで、次の曲、ラストダンスを聴いていただきましょうか、はい、お願いします。 TBS でラストダンスです。ピービスラストダンスでした。なんか福岡の地名がいっぱい出てきてちょっと懐かしかったです、はい、ありがとうございます。私も福岡住んでたことがあったので。あ、なるほどなるほど。そうですね、ピービスさんは福岡に今お住まいなんですよね。はい、そうですね、兵庫県生まれ、神戸市生まれなんですけど今は福岡に住んでます。りんり君はこう どんな経緯で参加されたんですか？はい、なんか結構、りんり君も福岡なんですけど、あ、そうなんだ。今みたいに多分有名になる前から結構、現場一緒だったりとか、うんうん、なんか自分たちが、クルーで、ヤラディゴスってクルーやってる時とかに、うんうん、なんか MC バトルのゲストライブとか俺らがライブで出てて、うん、でそのバトルにりんり君が出てるみたいな感じで、うん、結構、割とそのストリートで、フリースタイルとかガンガン多分やってた、みたいで、りんり君も。そう、ちょっと意外というか、あんま知られてないですよね、多分。そうそうそう。福岡の親不孝通りって場所の普通にラッパーって感じだったんですけど、うん、で、多分1、2年前ぐらいからどんどん有名になって、で、多分スノージャムが出て、ちょっとバズったちょっと後ぐらいになんか、うん、久しぶりに多分ちゃんと話して、うん、で、なんかまた曲とかやりたいね、みたいな話しつつ、うんうん、で1年後ぐらいに実現したって感じで。へえ、なんか福岡良さそうですね。なんかそういうなんかカルチャーがある感じがすごいします。うん、今結構ラッパーとかも多分増えてきてて、若くて結構売れてる子とかも多分多いんで。へえ、ディープリーフとか、うんうんうん、わかります、クルーの、うん、わかりますとか、まあダダってやつとか。あ、ダダも、はい、知ってます。タロン忍者の兄ちゃんだったり。ああ。そういう二十歳ぐらいの子がめっちゃ多いんで、なんかいい感じですね、多分。ああ、ダダとかすごい今注目されてますもんね。そうですね。はい。もう彼も多分めっちゃキャリア長くて、それ多分15歳ぐらいからずっとやってて、あ、まあ、今やっとって感じなんで、なんか多分世間からしたら、ニューカマーがいきなり来たみたいな感じと思うんですけど、うんうん、結構ずっと地道にやってきて今って感じなんで、すごいなんか よかったなっていうか。すごいな。彼らみたいな若い世代の子たちと深い話って言ったらだけど、まあ、ガラスの地球にあるようなテーマとか話したり、うん、イエラディゴスとかもそもそもやっぱそういうなんかピースとかそういったことをメッセージで伝えてると思うんですけど、そういったこと話すことってあるんですか、若いだと。いや、あんまり自分からそういう話したりしないっすね、うん、なんかタイミング難しいっすよね、積極性とか思われるかなみたいな。うん、でもナチュラルに分かってるとは思うっすよね、なんか大事なことは分かってる感じがするんで、まあ、でも話すときもありますね、なんか真面目な話とか。いや、なんか若い子たちって
で、まあ、今20代ぐらいの子たちって、はい、なんかこう、この世の中、なん例えば未来とか、僕らの頃だったら、うん、まあ、それこそガンダムとか、鉄腕アトムとか、うん、そういうなんか分かりやすい、まあ、なんか未来にちょっと希望が若干あったような感覚はあるんだけど、うん、なんか、で、ピービス君も、まあ、一応平成生まれですよね、ギリで。はい。そうです、ね。だから、なんかまだちょっとそういう感覚もギリで共有できてる感はあるんだけど、今の若い子とかって情報も多いし、なんか、Twitter とかもなんか結構荒れてたりとかするし、で、大人とかもなんかすごい信用できない雰囲気バリバリだったり、どんな風に世の中見てんのかな、みたいな。でもなんか、その世に出てきて、ちゃんと自分を表現できてる人って、うん、多分、うん、その若い子とかでもなんかそういうのに屈してないっていうか、うん、多分ナチュラルでなんかもうポジティブ、まあそれも全部踏まえた上でポジティブっていうか、なんかまたちょっと違う感じなんですよ。それもう当たり前みたいな、世の中が多分その良くないのとか、そういうのも全部もう当たり前で分かってて、そこからのなんかみたいな感じがして、なんかもう自然にこうやなんかポジティブなんですよね、めっちゃ。そうなんじゃなんかあんま食らっちゃったりとかじゃないんだ。食らっちゃってる子も多分いるとは思うんですよ。食らっちゃってる子ももちろん多分大勢いるけど、多分世にそう出てきてこう発信する人はなんかそういうの超越してる感じがしますね。なんかこうへやっぱなんかだから余計力強いっていうか、なんかうん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 、でもなんかそういう意味で言うと、やっぱそのガラスの地球 の, あの本の方に書いてあった、はいはい、やっぱ個人がなんか自分の気持ちを表現するっていうことの大事さって僕とかもあんましてきてないから、なんか改めて今の話とかを聞くと、うん、そのなんか気持ちを自分で客観的に表現していくことってすごく大切なんだなって、なんかそこで向き合わざるを得ないこととか、それによってなんか気づくこととかってたくさんあるんだなって今の話でって思いました。うん、そうですね。なんか表現、自分も結構曲とかバーって書いて、うん、その宮崎さんとかにも結構インタビューで聞いてもらうんですけど、うん、なんかその、後付けではないですけど、多分ナチュラルにその曲になってて、それを解説するときに自分で逆に気づくみたいなことがなんかよくあるさ、はい、こういう意図で書いて、のかみたいな、あんま考えないで割とやってるんですけど、うん、こう聞かれて初めてなんか、あ、こういう気持ちで書いてたみたいな、無意識でやってるっぽくて、へえ、そのなんかとりあえずなんか表現するって大事かもですね、あんま考えずに、あ、なんかそれで多分自然と気持ちとかは入ってるものだったら多分、うん、うん、なんかそのガラスの地球もなんかガラスの地球テーマで作って PV まで撮ってとか考えてたわけじゃなく、うん、とりあえず曲をその本読んでたまたま曲作って、うん、そこからどんどん発展していったんで、なんか、うんうん、そもそも PV を手塚治虫の記念館で撮るために作った曲じゃないっていうか、なんかその、うんうん、でもそれなんか自然にやるのは結構いいなと思います。なんかね、なんか若い子とかも多分こういうことを言おうとかじゃなくて、うん、多分やったものが多分その時代とフィールしてたりとか、多分自然にそういう風になってんのかなみたいな感じはありますね。うん、なんか結構やっぱ結果ありきの世の中みたいなとこあるじゃないですか、うん、で僕もあんまそういう風にならないようにはしてるんだけど、でもやっぱついつい結果を求めてなんかこうなんか作ろうと思っても途中で諦めちゃったりとか、うん、なんかもう全然だとか思ってやめちゃったりとか、多分そういうので表現できない人とかも多分たくさんいると思うんですよ。なんかやろうと思ってたけど、思ってたもなんか自分が考えてたものと出来上がったものが全然違うみたいな、全然こんなんじゃやりこんなことがやりたかったんじゃないみたいな。でもそういうことじゃなくて、作ってる過程とかがピービス君とかの話を聞き、まあピービス君はこれまでキャリアも長いし、いろんなタッグとか、うん、そうですね。山ほど。確かに。あるけど、うん、でもやっぱ家庭がすごく大切っていうのはあるんですね。確かに、そうかもしれないですね。あ、でそうやってったら、なんか自然とこう、じゃあ PV、ルミコさんとか会ってとか、うんうん、PV が、じゃあ手塚さんの記念館で撮ろうとか、こうだんだん発展していったら、なんかそれが一番いいかなと思って。うん、なるほど。多分今ってその結果を最初にイメージして、それに
こう合うものを作るって感じだと思うんですけど、うんうん、割と自然に出てきたものを大事にしたらいいのかなっていう。いや、いいな、それ。今回のでも、こう、プロジェクトに関しては、やっぱヨンヨンさんの MV からまでの流れとかリワークに関しては、ヨンヨンさんの存在も大きいかなと思うんだけど。そうですね。昔の多分自分のストリートレベルの動きでは多分絶対できなかったというか、うん、多分その、ちゃんとした、その、ルミコさんたちも大きな企業なんで、うん、そこをコーディネートしてくれたのとか、本当にありがたいですね。うん、エネルギーがある人ですよね、ヨンヨンさんもすごい。そうですね。多分相当大変だと思うんですよ、うん、裏方的な動き、うん。自分で DJ とか感謝してます。ね、してますしね。じゃあちょっとその流れで、キャリング U を。はい、はい、ぜひ、PBS でキャリング U、フィーチャリングヨンヨンでお願いします。PBS フィーチャリングヨンヨンでキャリング U でした。途中から副編のチェイさんが合流してます。すいません、ちょっといろいろ遅れてしまってすいませんでした。お疲れ様です。お疲れ様です。あの PBS さん、宮崎さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。途中から聞いててどうでした？あ、なんか途中から聞いてたんですけど、そのなんでしょう、結果をイメージして動くんじゃなくって、まあそのアクションがあって結果がついてくるっていう話がすごくいい話だなと思って、あの聞いてました。今回のあのルミコさん、手塚ルミコさんとの対談とかも本当にご縁と言っては片付けてはなんだけど、なんかすごく、うん、あの縁を感じたあの対談で、あの、私自身も、そうですね、すごく学びがある、うん、あの、いい対、改めてあの宮崎さんが書いてくれたあの記事読んで、あの、すごくいい対談だったなと、あの、思いました。ありがとうございます。なんでしょう、あの、私、普段別にラップをゴリゴリ聴いてるってわけじゃないんですけど、ピーピスの曲って、すごい、あの、聴きやすいなって、あの、ガラスの地球もそうですけど、ラストダンスもすごいメローな感じが、このピーピスさんの普段のこの語りともすごい合ってて、あの、私はすごい好きな感じでした。ありがとうございます。はい。で、まあ、共通してるのが、割とその明日地球が滅びてもとか、世界が終わってもみたい な週末服装って言ってもなんですけど、なんか、そういうのってあるんですか？あるんですか？意識してらっしゃるんですか？そうですね。多分。まあ、めっちゃ年いってるわけでもないですけど、そんなめっちゃ若いわけでもないんで、なんか終わりについてなんか考えることが多いような気がしてて、なんか今年作った結構なんかそういう曲が多いですね。ね、あの、さっき、その、あの、今、最近の若い人は、その、世の中が良くないのが当たり前って、そこから、はい、まあ、ポジティブになったりとか、そこからスタートしたりっていう話が、こう、あったんですけど、なかなか、そうです。多分、宮崎さんとか、私とか、吉野さんとかの、ね、歳だと、良くないのが当たり前っていう、なんか、その、人生の前提になかなか、まあ、ピンとこないっていうか、ね、良い時代もあったっていうのを認識してる世代だと思うんでね、なんか。確かに。なんか結構僕も全然そんな知らなかったんですけど、若いラッパーとかに取材することがやっぱ多くて、21とか。みんな言うんですよ、口を揃えて。なんか別に何の希望もないっすね、みたいな。そう、そうっすね。そう、なんか普通にそんな感じだったから、だからそれが普通、スタンダードなんですよ。そうそうそう。ああ、もう世界が終わるとかじゃなく、うん、日常が、いや、世の中がクソでしょみたいな、うん、感じのトーンですよね、なんか。そう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 。だから結構期待もしてないですよね、多分。そもそも別になんか、世の中良くなって、政治家とかももう一切ないっていうか、うん、もうなんか、うん、でも、だからまあ淡々ともう、やるしかないみたいな、そう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 、雰囲気感じますよね。うん、でも音楽とか、そうですよね、うん。ラップとかって、でもその、何も希望ない世界になんか突如現れた、なんか、唯一のツールっていうか武器みたいな感じだから、うん、多分、みんなだからそこに真剣にやってるのかなとか、もう稼ぐ、お金稼ぐとかも、まあ、手段もまあ、ないけど、なんかラップで一発当てたら、生きていけるみたいな、うん、そういうのもあると思いますね。うん。しかもマイク一本で、
なんだったらね、iPhone でできるわけですもんね。そうっすね。お金かかんないじゃないですか、多分バンドマンとかみたいに、うん、プロデューサーとかは機材がいると思うんですけど、うん、もうその身一つなんで、なんか、うん、そこもなんかいいのかなとか思ったり。実は、高所口実では、ラッパーたちの読書メソッドっていう連載を、主に宮崎さんが、はい、ずっとやっていまして、まあ、本当にラッパーたちがどんな本を読んでるのかみたいな、そういった紹介とか、あと、今回みたいなインタビューもね、いろいろ配信していますので、普通のミュージシャンともちょっと違う、やっぱり結構世の中のことをいろいろ鋭い目で見ていて、そういった人たちが、ああ、こう、感性豊かに登場するっていう、またちょっと独特な面白さのある連載ですね。ぜひちょっと、これを聞いた方で読んでいただければなと思います。お願いします。お願いします。ピビスさんは今後は、何か、こう、活動予定といいますか。はい。そうですね。今年めっちゃ曲作ったんで、来年も結構リリースが多分続くと思うんで、頭から。そちらを楽しみにしていただければ。はい。高所口実のウェブサイト、book.asahi.com では、話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど、本に関する様々な情報を毎日皆さんにお届けしています。Twitter や Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。ポッドキャストやウェブサイトへのご意見、ご感想もお待ちしております。それでは、また来週、さようなら。今日はどうも、宮崎さん、ピービスさん、そして J 副編、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。